なくてもいいけど、あの人魚に、人魚になりたいです。はい、およ、綺麗。こんにちは、アート影山です。本日もご視聴ありがとうございます。本日は、藤枝市ご出身、浜松、今、現在、はい、お住まいの乾久子さん、ご紹介させていただきたいと思います。はい、早速、ご質問なんですけど。はい、ありがとうございます。まあ、今回のタイトルですね、はい、言葉の周り、ここでまたっていうタイトルがあるんですけど、はい、ここでまたっていう意味は、はい、このここでまたっていう意味がこのあれでいいですよね、はい、はい、そうです、ここでまた、うん、そう、はい、2021年にグランシップエントラスホールで展示された刺繍の大作を、まあ、ここで飾ってもらうにあたって、このサブタイトルがここでまたっていう。それもあるんですけども、あの3年前にも影山さんで個展をさせていただいたので、またここでやりますっていう、藤枝でまたっていうような、ここは藤枝なので、そんなことがあります。そうですね、前回のも、はい、言葉の周りっていうタイトルで、うちでやってくれたんですね。はい、そうなんです。あの、言葉の周りっていう言葉が初めて生まれたのもここなんですよ。嬉しいです。うちで始まって、またここで。またここで。はい、そうなんです。はい。で、ちょっと質問をさせてもらいます。はい。この中でですね、はい。稲井さんが一番、まあ、思い入れのあったり、はい。大変だったりした作品は、大変。うん、そうですね。もう目にバッと飛び込んでくるのは、この、はい。あの、刺繍の作品なんですけど、はい、ちょっとご説明してもらっていいですか？はい。そうですね。ありがとうございます。はい、これあの、グランシップの、あの、エントランスホールを、あの、なんでしょう、あの、に飾る作品という、うん、展示する作品として考えたものなんですけれども、まあ、グランシップが、シップなので、その、船ですね、船なので、その、あの、言葉の周り、船と行くっていうタイトルで、あの、全体を考えて、それで、帆は風と共にっていう、その、船の帆のような感じで、その、作ろうとしたものです。はい。なんですけど、グランシップ風吹かなかったので、ここでは風を、ちょっと人工的にですけど。はい。はい。はい。こちらも一緒です、はい。あ、これはその、あ、これはあの、清水港で撮ったものなんですけれども、はい。はい。これはたなびいている、まさに清水港でたなびかせて、あの、これを作る前の前段階のこの初期作品なんですけれども、これはあの、フェルケール博物館で展示したものです。でもそれは、はい。かっこいいですね、富士山も。はい。そうですね。バッチリ、バッチリ清水港と風と作品と富士山と入ったあの寺田さんという方が撮ってくださったんですけど、はい、でもこちらの方が透き通ってて、はいはい、なんかあの大きい雰囲気に感じるんですけど、はい、これ大変じゃないですか？刺繍ね、そうですね。まあ刺繍はあの、まあ、女の人より分かるかと思いますけど、刺繍という針仕事には時間がかかるっていうことはね、皆さんすぐ分かると思うんですけども、うん、どのくらいかかったんですか？ああ、これそうですね、何百時間とか、その時間数は、あ、メモしてました、そういえば。でも今どっか行っちゃいましたね、忘れちゃいましたけど、でも結構期間にすると、でも、すごい突貫工事でやったんですよ、うん、それなので、まあ夜も本当にお風呂にも入らずにずっとやるみたいな、なんか汚い話ですね。そんなことをやっていた、いましたね。ずっとずっとやっていたんですけど、何ヶ月かかかりましたかね。裏表、白い方もあるので、で、これと同じ並行して作っていた他の8点ぐらいの作品もあるので、そうなんです。はい。はい。なので、そうですね。半年ぐらいの間に、ここ言葉の周りの8月の展示、3年前のがあった時にグランシップのお話やんわりあのいただいてから考え始めてやったので、なので相当短い時間にやりました。3月までにやってしまわなきゃいけなかったので。はい、これってあれなんですか、はい、もう縫うところを事前になんかこう下絵かなんかでやるんですか、はい、それとももう、はい、あのバッと思いのままにやっていくんですか、はい、下書きとか。
ああ、刺繍意外と思いのままにそんなできないんですよね。すいません。なので一応ね、下書きは、こう思いのままの下書きを、まず、まあ、バカでかい下書きを書いて、で、それの上にこのオーガンジーを重ねて、それで、手芸店で売っている、後から水かけると消えますよペンをがあって、それで大まかな、ちょっと、その、思いのままの下書きをちょっと緻密に写して、うん、それの上をまたステッチしたんですけども、ステッチすると今度はまた思いのままの気持ちがまた再燃してしまって、自由にまた運針して糸を自由に切ったりとか、裏で切ったり表で切ったり糸を垂らしたりとか、そういうことはまた最初のドローイングとはまた別の気持ちで やりました。はい、すごい対策で綺麗で、ありがとうございます。遠くで見てもいいですね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、2番目の質問なんですけど、はい、乾さんが、はい、まあ、そうですね、アーティストに目指すきっかけでしたり、はいはい、エピソードなんかあるんですか。あとは人、まあ、影響された人ですとか、そういう方ってますか。エピソードだったり、なんでこの世界にアーティストになったのか。そうですね、なんか話せば長いことながらでもその美術の道というか美術を学ぶのが割とこう石につまずくようなきっかけで、なんとなく美術の道に入ってしまったみたいな感じがあったんですよ。石につまずくと変ですけども、思い通りの進路じゃなかったんだけれども、まあ、静岡大学に入れてもらったので、はい、せっかく入れたところだし、一生懸命やろうっていう、まあまあ本来は真面目なんで、真面目にやっている、いて、で、まあ、いろいろやっていたんですけども、はい、なんか、こう、生きづらさを抱えたりしたときに、こう、書くことですごく、自分を救ってくれるっていう経験を何度かしていくうちに、やっぱり書いているのは自分にとっても周りにとってもいいのかなって思うこともあったのと、あとは同級生たちが、はい、うちの何人かの人たちがその表現活動を続けて発表するっていうことをしていたので、その彼らを応援が金がね方々こう見に展覧会見に行ったりしているうちに刺激を受けたとか、あるいは浜松に住み始めた頃に、こんなグループ展あるけどどうって声かけてくれた人がいたとか、なんかそういった周りの影響もありました。はい。はい。周りの人のおかげっていうか、そういうところもあります。はい。はい、浜松も盛んですね。そうですか？そう、そういう感じします。あ、そうですか。いろんな経緯があったんですね。そうですね。まあ、影響を受けた誰っていうと、あんまりそんなに、あの人のことが好きだな、勝手に憧れて、師匠としようとか、そう思ってる人いっぱいいますけども。でも周りにそういう、はい、割と作家さんがいたんですね、はい、身近に。身近に、まあ友達がやっていたっていうのはあります。はい。あと、静岡大学の卒業生の人とか、静岡大学の先生たちが、中心になって何かやるような企画もまあまああったりしたようで、それを拝見したりとかしたこともあるし、静岡のムーブメントに触れてみれば、あ、現代アートこんな風にやってる人たちいるんだなっていうことで刺激をいただいたりとか、そういったいろんなことが複合的にあったのかなと思います。まあ、もうまさに現代アートという感じで、まあ、猪木さんの私も見慣れてるイメージですかね、はいはい、そういうのは、ドローイング、はい、こちらの作品なんかは、なんかこう、猪木さんってこう、はい、分かると言いますかね、はいはい、そんな感じなんですけど、ですか、はい、最近、猪木さんのその、はい、あちらのね、本を、はい、読ませていただいて、あ、ありがとうございます。半年ぐらい前ですかね。あ、もう、でももう1年ぐらい前ですかね。7、8ヶ月前。ものすごく感動したんですよね。はい、ありがとうございます。この物語と時間っていう、はい、こちらがね、すごく私、読ませてもらった中で、なんかこう、すごく、乾さんっていろんな多彩な方だなと思って、文章もすごい
読みやすくて、こうじんわり心に響くような、あ、そうですか、なんかね、ありがとうございます、はい、思いました、はい、で今回これ初めて見させていただいたんですけど、はい、すごい素敵ですよね、これ、はい、あ、 ありがとうございます。いろんな思い出の布とともに、はいはい、乾さんが付け加えてるんですよね。そうなんです、その思い、なんか捨てられない衣類とか思い出のもの、布のものとか皆さん持ってると思うんですけども、それをどうやって収めていこうっていう時に、うん、あの捨てる、結局は捨てるんですよね。自分の衣類だって捨てておくわけだけども、はい、その遺品であっても、はい、そのプレゼントされたものであっても、はい、最終的には処分するんだけれども、はい、そのそれができないでずっと持ってることに対しての何か自分の思いと、はい、その刺繍という振る舞い2つで、うん、思いを綴ることと刺繍するっていうことで、そのことを何か収まりをつける、その表現として収まりをつけるっていうことをやろうとしてみたら、やってみたら割と自分の中にもしっくりきたなっていうもので、うん、でこれ案外私の一面なのかなって思いました、うんうん、いやこれを読んで乾さん の, この今までのいろんな、まあ、エピソードだったりそういうのを見てね、ああすごい素敵だなって、うん、ありがとうございます、うん、思いました、うん、はい、いや最後の質問なんですけど、はいはい、まあ、乾さんが、はい、例えば、まあ、今現在は女性でアーティストさんですけど、はいはい、もし次回ですね、はい、次回生まれ変わるとしたら、なんかなってみたい人でしたりね、はい、なんかその職業でも何でもいいですけど、ね、なんかね、はい、ありますか。そうですよ、びっくりしますよね、本当にいろいろ今さんがその流行りのドラマがありますよ、ありますよね、なんか生まれ変わっていくやつ、なんだっけ忘れちゃったけど、それがあの、そうそうそう、でだから余計それ思ったんですけども、うん、だから大アリクになりたいとか言ったらね、それは受けるかなと思いますけど、それはないんですけども、はい、なりませんよ大アリクには。でもそれ系で考えると、はい、私人魚になったらどうかなってちょっと思いました。人魚ね、なりたいなって、うん、まあ、別にグラマラスなね、あの美しいボディじゃなくてもいいけど、あの人魚に、うん、人魚になりたいです。はい、綺麗に泳いだりなんかしたいな。わ、うん、かります、なんか人魚ってすごい、あ、うんうん、私もすごいわかります。本当ですか、うん、小さい時のイメージと、うんうんうん、なんていうんですかね、小さい時はなんか分かんなかったんですよ、なんで、うん、あの淡いなって消えちゃうね。だけどなんか、うん、すごい感動する。そうですか。ただ、うんうん、なんか女性が年齢を重ねていくにつれて、うん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 、なんかいろんな気持ちがあれ見て違ってくるじゃないですか。そうなんですよ。そうなんです。何かを映してるんですわ、あの人たちは。うん、だし、なんか憎らしい気持ちも大人になってわかるんですよ。うんうん、なんでそんなピョットデン女に。取られていけないのとか思ったり、いろいろありますよね。それがね、でもだんだんまた年取っていって、あ、引き際の美しさとかも必要なのかとか、うん、まあごめんなさい、今の生まれ変わり、いやいや生まれ変わり、いや脱線しましょう、いいんで、はい。あ、すごいですね。人魚、あ、でも泳いでみたいとかそういうことです。あ、そう、まあ、最近あの水泳もやり始めたっていうのもあるんだけども、だから綺麗に、あ、水の中すごい自由になるし、だから、うん、そういう意味でも人魚憧れますし、うん、泡っていうのもいいし、なんていうのか、いろんな人魚っていいじゃないですか、人でもないし、そうですよね、うん、そう、だから自由に泳いで、はい、いるかどうかもわからない存在ですけども、はい、いやでもいいな、はい、私も人魚になりましょうか、来世で一緒に泳ぎます。はい、はいはいはい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、3月の6日から19日まで、はい、今回は2週間やってますので、ありがとうございます。皆さんお待ちしております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。